まあそうですね、チームのコンセプト的に前から行くとかやっぱ守備のところっていうのはあると思うんですけど、まあその中で自分の良さも出していくためには自分がフォワードと絡んだり、まあ、匠だったり穂高だったりと、まあ、右サイドをやる選手と絡みながら前進していくっていうのは意識してやってます。そうですね、やっぱその体に染み込んできてるっていうか、やり方だったりチームの形っていうのがやっぱできてきたんで、すごい自分の体も動かしやすいっていうのもあるんで、ここからどんどん良くなっていくんじゃないかなって個人的な感覚はあります。そろそろ次一発振っていきたいです、気持ちよく。はい、去年もやっぱり自分たちの前から行くっていうアグレッシブな守備がハマったし、相手はすごいポジションしてくる全員で戦っていくいいチームですけど、やっぱそれを上回るような自分たちのアグレッシブさを出したいです。そうですね、まあやっぱり今連戦ということもあって、すごいいろんな選手が出てくると思うんですけど、やっぱメンバーが勝っても遜色ないように、誰が出ても同じサッカーできるっていう風にやっぱチームしていきたいんで、本当に練習かかってるんで勝ちたいです。